私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今妊娠中の友達がいて、もう少しで私たちママ友になるねなんてことを話していたんだ。その子の名前はさやさん。ただちょっと今体調が優れないみたいで実家に帰ってるんだけど、大丈夫かな。あの女、実家に帰ったって頭湧いてんの？誰の話をしてるの？実家に帰ったって言ったらあいつしかいないでしょ。マジでムカつく。なんで実家帰ってんの？なんであなたが怒るのよ。実家に帰って共通の友達といえばさやさんのことでしょ。そうよ、ありえなくない？家に愛しの旦那様がいるのに実家に帰るとか本当にありえないんだけど。旦那のこと愛してないんじゃないかな、あの人。私だったら家にいて絶対旦那様のために頑張るもん。もしかして知らないの？え？彼女つわりがひどくて今実家に帰ってるの。は？家のことしたいって頑張ってくれてたみたいだけど、旦那さんが食べてる食事の匂いとかでもどうしても気分が悪くなっちゃって、実家はそれなりの広さがあるから一部屋借りてそこでゆっくりしてるんだよ。ちょっと待って、妊娠したの？あの女、みんな知ってる話なのに知らなかったの？知らないんだけど、妊娠したって誰の子供？誰の子供って旦那さん以外いるわけないじゃない。絶対に嘘よ。旦那さんの子供じゃなくて外で遊んでできた子供。それを隠すために実家に帰ってるんだわ。何言ってんのよ、そんなわけないでしょ。子供が生まれてきたらわかるわよ。きっと顔似てないんだから。ちょっとやめなよ、そういうこと言うの。それが原因で実家に帰ってるんだ。それしかありえない。妊娠している時だったり出産後は実家に帰ることなんてよくあること。私だったら絶対家に帰らない。旦那様のために頑張る。旦那様のために尽くして旦那様の相手をするのが妻の務めでしょ。それを放棄したあの女はもう妻とは呼べないわ。暴論だね。それは夫婦の問題で、あなたが首を突っ込むことじゃない。実家に帰ることは旦那さんからの提案だし、家から追い出されてるってことじゃん。ウケる。お前みたいな体調悪いやつが家にいても邪魔だから、さっさと実家に帰れってことでしょ。あそこの夫婦関係終わったな。違うよ、さやさんが旦那さんのためにっていろいろ頑張っちゃうの。気にしなくていいって言ってもどうしても旦那さんのためにって動いちゃうみたいで、心配した旦那さんが実家でゆっくりしておいでって言ってくれたの。絶対捨てられるよ、あの女。妊娠してるのも誰の子供かわかんないわけだしさ。だから不謹慎だって言ってるでしょ。そういうのは嘘でも口にしない方がいい。私は心の底から思ってるよ、絶対にありえないって。あの最低女に LINE するか。あ、ちょっと、エリとサヤの LINE。 妊娠したんだってね、最低だね。どこの男を捕まえてきたの？何を言っているんですか。旦那との子供です。私に隠れてこそこそ実家に帰るなんてやましいことでもあるんでしょ。そんなことないですよ。あんたは家から出て行ったんだから、もう帰ってこなくていいよ。はい。旦那様の相手は私がしといてあげるって言ってるの。一安心でしょ。ちょっとそれ冗談でも面白くないんですけど。家から逃げたんだから、あんたは実家でうじうじしてなよ。私はあんたの旦那のために食事を作ったり、お風呂の準備したり、いろんなこと手伝ってあげる。何を言っているんですか。もういい加減にしてください。私の旦那に色目を使ったところで旦那はなびきませんよ。はあ？私の旦那に片思いするのはいいですけど、私たちにこれ以上迷惑をかけないでください。別に私好きなんて言ってないし、迷惑かけてないんだけど。旦那は鈍感というか、あんまり女心がわかるタイプじゃないので気づいてないみたいですけど。あなたのあからさまな敵意のある目線、私にだけしてくる嫌がらせ、どう考えても旦那絡みですよね。なんだ、気づいてたんだ。ならさっさと離婚してよ。旦那は私のことを愛してくれています。あなたのこともそれとなく注意したんですけど、俺がそんな目で見られるわけないだろって。あんたの発言は大切にされてないんだよ、私に気があるから。エリさんと二人で出かけたりはしないようにって言っています。それにあなたが来る食事会にも旦那はできるだけ参加させないように。だからここ最近は会えなかったのか。束縛嫉妬だるすぎ。旦那は私の忠告を聞いて私を不快にさせないために気を使ってくれているんです。あっそ、とりあえずあんたも家出て行ったんでしょ。
ならもう帰ってこないでよ。出て行ったんじゃなくて、体調が悪いから一時的に実家に帰っているだけです。体調が戻ったらちゃんと家に帰りますから。用済みだからもういらないよ。あんたが帰ってきた頃には私が代わりの奥様になってるわけだし、子供もよその子でしょ。本当の父親と結婚したら？どこまでも失礼な人ですね。とにかくそういうことだから、旦那さんのことは私に任せて。それじゃあね。さやとなるみのLINE。大丈夫？さっき LINE が来たんだよね、エリさんから。なるみさん、もうこれ以上隠すことはできません。実は彼女、私の旦那に惚れてるみたいで、ずっとアプローチしてるんです。なるほど、それであの LINE か。旦那にも軽く注意して、二人きりになったり彼女がいるところには行かないようにお願いしたんです。旦那は私のことを思って忠告を聞いてくれてました。でも今は家にさやさんがいないから好き放題するって言ってるってこと？はい、旦那はきっと相手にしないと思いますけど、私の友達だからとか言って家に来たら断れないと思うんです。なるほど、私に任せて。お願いしてもいいですか？私も体調良くなったらすぐにそっちに行くので。心配しないで、私が絶対に近づけさせないから。だからあなたはゆっくり休んでね。すみません、今度埋め合わせします。何言ってんの、元気な赤ちゃんを見せてくれることが一番嬉しいよ。もうなるみさん、本当に本当に大好きです。数日後、エリとなるみのLINE。さてと、邪魔者女はいなくなったし、私が彼のこともらっちゃう。今から彼のところに行くの。そして美味しい料理を振る舞ってあげるのよ。まだそんなこと言ってんの？だってあいつ逃げたじゃない、家から。私だったら全身血まみれになろうが、妊娠してようが、絶対に家を開けずに旦那に尽くす。つわりぐらいで実家に帰る軟弱女なんてふさわしくないのよ。じゃあ血まみれになって。え？本当に血まみれの状態でも家に帰ってこれるって言うならやってみなよ。何言ってんの？もしかして私を殴ったり痛めつけるつもり？そんなことしたらすぐ警察に言うんだから。そうだね、確かにそれは無理。結局口だけ女じゃない。さてと、彼のところに食事を作りに。はあ？どうかしたの？家には来ないでくださいって来た。そうだろうね。なんでなんでなんで？今日は私が食事を作る約束を。嘘つかないで。食事を作るんじゃなくて、忘れ物を取りに行くって言っただけでしょ。え？忘れ物をしたから家に取りに行きたい、明日使うものだからって言って、家に行った後に料理でも作るつもりだったのか知らないけど迷惑。昨日までは取りに来ていいって言ってたのに、なんでダメって言うのよ。あなたが今までどんな態度をさやさんにとっていたか教えたの。それを聞いてもう家にはあげないってさ。はあ？ついでに忘れ物とか言ってるけど、ここ数ヶ月さやさんの家には行ってないでしょ。だから忘れ物なんてあるはずない。何それ、全部告げ口したってこと？いいもん、私家に行くもん、絶対に入れてもらう。入れてくれるまで玄関先で粘る。どうかしたの？なんかめちゃくちゃ体調悪いし、お腹が痛い。ああ、ユリがなんかしたって言ってたな。ユリさん？ちょっとそこら辺詳しく聞いてみなよ、ユリ。ユリとひまわりとエリのLINE。そろそろ薬が効いてきた頃ですね。何やったのよあんた。ユリはなるみさんのことが大好きな、なるみさんのストーカーなんです。もちろん私もなるみさんのママ友なので、なるみさんのこと大好きです。ストーカーまではしないけど。ストーカーしているわけではありません。なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしているだけです。なるみさんに迷惑をかけるような人間が近くにいては嫌ですから。私はなるみさんの笑顔と心の平穏を保つために頑張っているだけですよ。なるみさんと仲がいいとは聞いてたけど、ここまでとは。それより薬って何のこと？あなたが家に行かないように私が特別な薬を調合したんです。変な薬じゃないでしょうね。どんな薬なの？つわりを体験できる薬ですよ。そんなのができるの？まあ簡単に言えば、体調を悪くして下腹部に痛みを催す薬ですが。それでさっきから吐き気とかが止まらないんだ。ちょっと食べ物の匂い嗅いだだけでもう。つわりって個人差あるけど、ひどい人はひどいですもんね。家に行かないんですか？え？
血まみれになってもつわりがあったとしても愛する人のために頑張るのでしょ？なら軽いつわり程度問題ないってことですよね。ほら行けよ。こらこら、いじめっ子のところが出てるぞ。けど確かにさっきなるみさんに血まみれになってもとか言ってましたよね。なんで知ってるのよ、なるみさんとの LINE の内容なのに。ゆりはなるみさんのストーカーだって言ったじゃないですか。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視がデフォルトで、携帯の中身だったりパソコンの中身を除いてどんな行動をしてるのか全部監視されてます。そんなゲートをできる人間が。なるみさんのこと愛しているんですから、これぐらいやって当然です。あなたも愛する人がいるのならそれぐらいやってみたらどうですか。つわりがひどくて実家に帰っているさやさんに向かってひどい言葉を投げつけるくらいですから。そんな可愛い痛みも耐えられないのに真実の愛だなんて笑わせますね。ゆりの場合本当に刺されても何があっても行きそうだよね、なるみさんのところに。そんなの夢物語よ。こんなに具合が悪いんだから動けるわけないでしょ。私は指の一本になったとしてもなるみさんの元へ向かいます。そしてなるみさんに大切に大切に握りしめてもらうんです。ゆりだったら本当にそうなりそうで怖いんだよ。絶対にダメだからね、そんなこと私がさせない。それに指だけで動くのは軽いホラーだから絶対にやめて。心配しなくても私はなるみさんを守らなければいけないので、そんな雑にこの世から退場する予定はありません。私もいるし絶対にそうさせないよ。信じがたい話だけど、謎の薬作ってるあたり信憑性はある？この薬の効果はいつまで続くの？効果自体は短いです。なら明日仕切り直しよ。けど残念ながらあなたの人生はこの先もっときついものになりますね。私は絶対に彼と結婚するの。だからどうにかして離婚してもらわないといけなくて。もう手っ取り早く既成事実を作った方が早いかな。けど彼はシャイだし、私と近づきたいのにあの女が邪魔をするし。これ本気で思って言ってるんですよね。そうだけど。だとしたらだいぶやばいですよ。思い込みというか自意識過剰というか。彼は私のことを愛しているのよ。愛してくれているのにあの女が邪魔をしているの。あなたにはいくら言葉で伝えたところでわからないでしょう。伝わらないと思いますけど、さやさんの旦那様からのビデオムービーを送ります。何これ、優しい彼の口からこんな言葉が飛び出すはずない。これ以上俺の妻に何かあったら絶対に許さない。お前なんか興味はない。勘違いさせるような行動をしたのなら申し訳ないが、君には女性としての魅力は感じないし、妻以外と一緒になるつもりはない。どうせ言わせたんでしょ。カンペ作ったの誰？心からの本心ですよ。私は幸せになるの、彼と結婚するの。だって私たち愛し合ってるんだから。やっぱり化け物には人間の言葉なんて通じないようですね。待っててね、あなた。明日美味しい料理を作りに行くから。あなたの苦痛はこれでは終わりません。あなたには今後一生出産を繰り返してもらいます。繰り返すって何？何回も赤ちゃんを産んでもらうってこと？でも誰の子供？もしかして妖怪とかお化けとか、またそっちの類？え？いえ、今回はちゃんと人間の赤ちゃんです。どういうこと？私は彼の子供以外産むつもりはないわよ。それに子供だって二人いれば十分だし。どこまでもハッピー野郎ですね。あなたは裏の施設でひたすら子供を産ませます。出産は大変なものですが頑張ってくださいね。交通事故に遭った後と一緒って言うもんね。それに本当に妊娠中は具合が悪くなったりして大変だし。私は彼の子供以外産むつもりはないってば。大丈夫です、心配しなくても。あなたは動かなくていいですから。ベッドに横たわって手足を拘束され、ただひたすら子供を産んでくれればいいんです。何それ、私まるで道具みたいじゃない。だってあなた生まれたお子さんに何するかわからないじゃないですか。当たり前でしょ。あいつの子供なんて興味ないし、この世にいらないの。子供なんてちょっと喧嘩しただけでもすぐにあの世行き。ゆり、もうやっちゃって。ダメだこいつ、救いようのない人はもうこの世にいりません。私はあなたのようなゴミを有効活用してあげる優しい人間ですよ。子供に恵まれない人、
子供が欲しいけれどどうしようもない人、同性同士のカップルで子供が望めない人、いろんな理由があります。そんな人たちが強く望んでいる子供、あなたが産んで里親という形で出します。たくさんいるんですよ、子供を望んでいる人は。なのであなたの仕事はなくなりません。待ってよ、それで言ったら私1年に1回子供を産むってことでしょ。そんなの体が耐えられない。ユリの施設に行けば大丈夫です。そこら辺のケアはしてくれますので。そういう問題じゃない。それではさようなら。ゴミを有効活用できて私も嬉しいです。待って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 、話聞いてよ。命があるんだからまだ全然優しいお仕置きなのにね。あーでも出産の痛みを考えるとちょっと怖いな。あれがエンドレスは嫌かも。ゴミはゴミ箱へ、うふふ。その後エリさんは一晩のうちに姿を消した。最初から彼女なんかどこにもいなかったように、彼女は世界から一瞬にして消えちゃったの。サヤさんはどこに連れて行かれたかは聞いてこなかった。ユリに目をつけられた人間がどうなるのか、ここに長く住んでいる人は知っているはずだからね。サヤさんはストレスが減ったおかげか体調も良くなって無事に出産。旦那さんともラブラブでお子さんを溺愛してるよ。赤ちゃんってなんであんなに可愛いんだろうね。ほっぺプニプニで小さくて、私もいつか二人目なんて考えちゃったよ。エリさんはひたすら妊娠出産を繰り返している。まあユリのお仕置きの中ではマシな方じゃないかな。虫を体に植え付けられたり、この世の生き物じゃない赤子を産むよりはまだマシって考えるしかないよね。ねえ気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであればメンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。シャーふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたらぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。